こいつは誰だ？これは誰ですか？お、これはなかなかいい感じじゃないですか？では行きますよ。お、なんだこれ？この人は誰かな？なんか見たことありますね。お、書いてある。これはどちらさんですか？はい、この人もどちらさんですかね？はい、どうも、おもチャンネルです。さあ、今回はこちら見ていきたいと思います。はい、これ何かというと、オークションでね、落札したトミカなんですけど、中古なんですけど、いろんなバストミカがまとめて売られてました。で、写真がね、あまりちょっとはっきり写ってなくて、値段がちょっと微妙だったんで、まあ、ほぼ賭けみたいなもんなんですけど、面白半分で買わない後悔より買う後悔をしてみようと思って、今回はポチッと行ってしまったんで、今からどんなものが届いてるのか見ていきたいと思います。で、触った感じ、箱入りではないです。多分ね、トミカ単品を、プチプチで包装してる感じで、結構ね、重量あってね、確か7台か8台のセットだったんです。まあ、とりあえず見てみなきゃわからないんで、早速開けていきましょう。ちなみにね、なんか中には日本製も入ってるとのことが書いてありましたんでね。おー、なんかおー、こんな感じで詰まってます。じゃあもう手前から1台ずつくじ引き感覚でいきますか。まず1台目はドーンと、お、こいつは誰だ？ん？あ、結構でも、綺麗っぽくて、これ、いいやつじゃないですか？お、どんな写真でしょう？あー、でもそんな綺麗くなかった。はい、ではくるっと見てみましょう。なかなかね、やっぱちょっとボロいですね。結構痛みが激しいですかね。後ろ側はこんな感じですね。ここも少し傷んでるかな？で、反対側はこんな感じ。こちらの面もなかなか使い込んでる感じですね。で、フロントの部分、やはりね、ちょっとあのフロントのガラスの部分に擦れ傷がひどいのと、あと若干塗装が剥がれちゃってますね。車両のメーカーはイスズですかね。で、ナンバープレートの部分には41番と書いてあります。で、上の部分こんな感じです。まあ、やっぱそこそこの使用感で、若干ちょっと色が黄色くなっちゃってますかね、これ。で、そこははい、こんな感じになってますね。車両は1988年イスズスーパーハイデッカーですね。ナンバーリングは41番となってます。あ、さっきのここのナンバープレートのこの41番はこの41を持ってきてるみたいですね。で、なんとこの車両、ありがたいことにね、メイドインジャパン、日本製のトミカ。この日本製っていうのはね、なんかちょっとボロくてもまあ嬉しいかなと、そんな気持ちになりますね。メイドインジャパン、さすがです。ちょっとキュッキュッキュッと拭いてみましょう。屋根の部分、汚れ取れますかね。おー、結構取れる取れる。おー、いい感じ。ちょっとなんか擦れた跡みたいなのは取れましたね。でも変色している黄色の感じは無理か。一応サイドも綺麗に拭いて、これで若干マシになりましたか。はい、これで気持ち綺麗になった気がします。はい、まずはね、ありがたいことに日本製がいきなり出てきました。イスズハイデッカーの JR バスです。さあ、果たしてね、この車両は貴重な車両だったんでしょうか。まあね、日本製ということだけあって、僕の中では勝手に貴重だと思っておきます。それでは2台目行ってみましょう。どれにしますか。よし、これに行ってみよう。じゃーんと、ん、これは誰ですか。まあ、プチプチでくるまってるからね、外から見た感じは綺麗に見えるんですけども、開けてみると、じゃーんと、あ、これはまあ割とマシっぽい気がします。はい、ではくるっと見てみましょう。こんな感じです。まあまあそこそこ綺麗ですね。横の部分ね、シールなんですけども、ちょっとここが浮いちゃってますかね。まあ思った以上にそんなに剥がれたりはしてないんで、まだマシかなと。後ろの部分、ちょっとここの部分が剥がれてますけど、まあまあ許せる範囲かな。で、反対側はこんな感じ。この面もね、そこそこ状態はマシです。まあ、シールがね、貼ってある車両にしては、想定してたよりはマシかなと思います。で、上から見るとこんな感じで、そこまで傷もなくて、そこはこうなってます。で、元になってる車両、2002年の三菱ふそうエアロスター、ナンバー93番ってなってるんですけど、確かね、この車両はね、5、6年前に通常ラインナップであった車両だったと思います。で、ちょっとね、気になったんで、Amazon で軽く調べてみたところ、値段はね、今のところ980円です。まあ、絶版商品なんですけど、そこまで高くはなってない感じですね。で、発売日はね、2010年の3月20日ってなってますね。なので、約7年前の商品。って考えたら、まあまあ、そこそこ経ってるかなと。とりあえず、手持ちのバス車両ではこの車両を持ってないで、まあ、さっきのこれと共に手に入ってよかったです。では、ちょっとね、軽くこれも拭いておいて、そんなに汚れてはないかな。はい、まあ結構ピカピカになりました。
さあでは続いて3代目はもうこれしましょうか。手前のやつでよいしょと、おこれはなかなかいい感じじゃないですか。ではいきますよ、せーのでよいしょ、はい。3代目なんですけども結構状態これもいいです。でこの車両ね、僕ちょっとね初めて見るんですが、どういった車両ですかね。トミカ観光という文字がここに入ってます。全体的にね結構濃いめの緑色なんですけども、車体はね日野セレガですけども、何かイベントかトミカギフトかそういうもののやつですかね。でね結構ね細かいところを除けばまあまあ状態はいいと思います。あちょっとねここの前のこの下の部分が両サイド傷んでますかね。でもね窓ガラスとかそんな擦り傷もなく、で屋根の部分もこんな感じでね割と綺麗な状態ですね。でそこはこんな感じで、元になってる車両はね2005年のナンバー101番日野セレガ、なかなかね結構可愛らしいバスです。もしこの車両の詳細分かる方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えていただけたらかなり嬉しいです。ではこいつも一応綺麗に磨いておきましょう。はい、なかなかいい感じになりました。さあそれでは4つ目いってみますか。おっと、ではちょっとここから顔を出してるやつ行ってみましょう。お、なんだこれ、なんか可愛らしい絵が見えるんですけど、何ですかこの車両。これも僕全然知らないですよ。うん、なんだなんだなんだ、誰だ、君は誰だ。おー、なんかすげー古い感じする。これひょっとしたら当たりか。ではちょっとくるっと見てみましょう。状態もねそんなに悪くはなさそうです。横の部分の窓ガラスは擦り傷若干ありますけども、シールは結構いい状態で残ってますね。でここには鹿児島交通という文字があって、ワンマン入り口、コアラくんと遊ぼう、結構ねコアラの絵がいっぱい描いてあるバスですね。で後ろ側はまあ、ちょっとねあの出っ張ってる部分が擦れて削れてる感じですかね。でもそこまで損傷は激しくないですね。で反対側はこんな感じ、ここの面も窓ガラスの擦れは若干気になるものの、シール自体の状態は割といい感じで残っております。でフロント部分、ここのガラスの擦れもまあ若干あるかなと、でもめちゃめちゃ気になるほどではないですね。で上に行ってみましょう。上も結構綺麗ですが、ちょっと気になるのが、あ今横向きで見てたらちょっとね宇宙人みたいに見えちゃったんですけど、縦で見たらちゃんとコアラの顔してました。コアラのね耳の部分がちょっとね横から見るとなんかちょっと宇宙人みたいに見えちゃうんで、これちょっと面白いですね。まあ僕だけですかね。でそこを見てみましょう。こんな感じになっていて、元になってる車両ねナンバー79番で、三菱ふそうの、おこれありがたい、メイドインジャパンです。やったジャパン、日本製、ありがたい、日本万歳。これもね僕ちょっとねわからないんで、ネットで調べたんですけど、あまりね詳しい情報が出てこないんで、ぜひこの三菱ふそうの鹿児島観光のコアラの書いてあるバス、ご存知の方いらっしゃったら情報よろしくお願いいたします。ではこちらも綺麗によいしょよいしょよいしょ、はい、4つ目はねコアラの可愛らしい絵が書いてある鹿児島観光のバスでした。ちなみにこちらも日本製でした。では残り何台あるんですかね。まだ結構ちょっと入ってますね。じゃあ、5台目行ってみましょう。ドーンと、この人は誰かな、なんか見たことありますね。お、書いてある、東京モーターショー2007。あ、これは絶対僕見た、なんかで見たことあるんですけど、なんで見たんでしょうね。まあでもね今はもう多分手に入らないものでしょう。おー、ほんで結構綺麗だこれ。はい、では見てみましょう。本当にね割と綺麗な状態です。塗装のねハゲとかもなく、少しまあ若干傷はあるんですけど、そんなに扱いは悪くなかったのかな。まあでも多分ね小さなお子さんがね遊んだと思うんで、ちょっとカチャカチャした感じはありますが、まあ結構綺麗かなと思います。窓ガラスもちょっと汚れた感じはするんですけど、擦れた感じはあまりしないですね。で気になる上の部分こんな感じで、文字が小さくね、これは40周年ですね、東京モーターショー2007ってなってるんで、まあまだちょっと詳しく調べてないんですが、まあもうそのままでしょうね。10年前のモーターショーで発売されたイベント記念トミカか何かかでしょう。そしてそこの部分はこんな感じで、ベースはね2002年の三菱ふそうエアロスターナンバー93番ってなってます。ってことはさっきのベースのシャーシ自体はこれと同じですね。ちなみに上がメイドインチャイナで、下はメイドインベトナムですね。
で今軽く調べてみたんですが、やはりこれ第40回の東京モーターショー2007の開催記念トミカですね。ナンバリングは8番の三菱ふそエアロスターと情報はなっておりました。もしねその情報に間違いがあれば分かる方教えていただけたらありがたいです。いやー、それにしてもありがたいですね、この中古のよくわからないセットをたまに買うっていうのは。全然ね持ってない車両がいっぱい手に入るんで、まあ、若干傷はあるんですけど、なんかちょっとこうコレクションとしてはかなり嬉しいですね。5つ目も僕にとっては貴重なトミカでした。では次行ってみましょう。では6台目はあと2つぐらいかな。せーので、よいしょ。これ誰？これはどちらさんですか？なんかセンスのあるデザインにはなってそうな気がします。ちょっとカラフル、よく見たらね文字がトミカって書いてある気がするんで、またまたこれもイベントモデルか何かかな。あ、でも派手ですね。そこはブルーですね。じゃあ見ていきましょう。はい、ではくるっと見てみますね。これもね結構状態は良しです。なかなかね派手なデザインなんですが、よく見ればトミカ、そして後ろにバスですね。こんな感じの文字が書いてあるんで、おそらくイベントの車両かな。で後ろ側、この面もなかなか可愛い感じで、トミカバスという文字が書いてあって、反対側はこんな感じで、こちらにもねトミカバスという文字が入ってますね。でフロント部分、これがねちょっと気になったんですけども、漢字でねトミカ駅行きって書いてあるんですよ。トミカ駅っていうのがね実際あの岐阜県に確かあったはずなんで、そこに走ってるバスですかこれ。いやでもこんな派手なバス走ってるのかな。まあちょっとね僕も本当ちょっとわからないところなんで、これは果たしてどっちの意味なんですかね。パロディでトミカ駅なのか、本当のトミカ駅行きなのか。で上の部分も見ておきましょうね。この面もそこそこ状態良しです。でそこはこんな感じ、なかなか派手なブルーになってますね。ベースの車両は2002年の三菱ふそエアロスターなんで、ベースになっている車両は先ほどのこの2台と同じですね。っていうかこのバスと全く同じ形ですかね。比べてみるとこんな感じ、形金型は一緒な感じがします。おそらくこんな感じで軽く比べてみますが、デザインの違いだけだと思います。さあこれも僕にとってはかなり謎の車両でございます。ぜひねご存知の方いらっしゃいましたら教えていただければ本当に嬉しいです。はい、6台目はトミカ駅行きのトミカバスでした。さあでは次はもうラストかな。あ、1台となんか手紙入ってました。これなんだこれ。一応見てみましょう。ちょっと画面外で、あ、ちょっと名前の部分隠しますが、この度ありがとうございました、またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。たまにあのオークション買ったらこういうお手紙がちょっと入ってるのがなんかこう嬉しいんで、またこの人から買おうかなと思っちゃいますね。で肝心のバスです。はい、この人もどちらさんですかね。でとりあえず見てみましょうかね。とよいしょ。はい、逆さ、お、そこそこボロいのが最後に来た。はい、ではくるっと見てみましょう。こんな感じですね。いやー、これまたいい感じで傷ついておりますね。なんとも言えません。見事に塗装がいろんなところ剥げております。そしてガチャガチャといっぱいしたんでしょう。窓の部分もねなかなかデコボコで、擦り傷だらけのクオリティ、これは逆に面白くてありがたい。ありがたくはないか。後ろの部分もね出てるところはねほぼほぼ塗装が剥げちゃっておりまして、まあいい雰囲気を醸し出してると言いますか、これはこれでありです。で反対側、こちらの部分もねなかなかいい感じで使用されております。多分この状態をいい状態というのは僕だけでしょう。で一応ね文字は都営バスと入ってるんで、これは東京のバスですか。フロントもねなかなか擦り傷いい感じです。そしてまあちょこちょこと塗装も剥げておりますね。で上の部分も見てみましょう。ここはまあそこそこ汚れてるかなといった感じですね。そしてそこ、はい、こんな感じになっていて、ベース車両はナンバリング79番の三菱ふそバスですね。パッと見た感じでね、先ほどのこの鹿児島交通バスコアラの分、これと形が全く同じです。シャーシの部分はパッと見た感じね型は同じなんですけど、鹿児島交通はメイドインジャパンだったんですが、この車両はメイドインチャイナで中国製になってますね。でこのトミカに関してもねちょっといろいろ調べてはみたんですが、詳しい情報が出てこないので、もしね何かご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えていただけたらありがたいです。よろしくお願いいたします。では軽く綺麗にしておきましょう。はい、ラストの7台目はちょっとね痛みが激しかったんですけども、なかなか素敵な都営バスでした。
はい、てなことで今回はですね、オークションでちょっとね気になったバスセットがあったんで、値段はそこそこ2500円くらい、まあ使用感がそこそこある車両もあって7台セットで、で中に日本製が2台ある、まあ僕的には持っていない車両ばっかりだったんで、まあコレクションとしてはね、あの傷だらけっていうことは除いて、まあ良かったかなと思ってます。さあ動画をご覧の皆さんはそれぞれ皆さんどんな価値観があるでしょうか。ぜひねそのあたりもね、もうどんどんね評価やコメントでしていただければありがたいです。あとそれとね、結構ね僕いろいろほんとわからないことがいっぱいあったんで、そちらの方もわかる方いらっしゃったらいろいろとご教授ください。よろしくお願いいたします。ではでは今回はこのあたりで、おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あと最近ゲーム実況のチャンネルも始めたんで、そちらの方もぜひご視聴ください。あとさらにですね、他にもねいっぱいちょっとねオークションで落札しすぎて紹介しきれていないトミカとかいろいろあるんですけども、どんどんね追ってアップしていくんで、今後ともよろしくお願いいたします。それではごきげんよう皆様、さようなら、バイバイ。